サイバーセキュリティのフォーラムを開始したいと思いますこのセッションは私たちにとって大変重要でありますなぜかというとその成果というのが非常に重要になるからであります皆様まがこのセッションに対して期待をされていることはよく理解しておりますのでスタートする前にこの機会をいただきまして 私の方から感謝をチームに申し上げたいと思います。皆様のお時間をこの BPF に対して費やしていただきましてありがとうございます。そしてチームを代表しまして参考してくださった専門家チームそれからコンサルタントのチームそしてボランティアの皆様それぞれ作業部会 に参加してくださっていますお名前はドキュメント文書の方に記載されています皆様の貢献によってこのイニシアチブの成功というものが約束されています私たちは心より感謝しておりましてそれをもってマイクをウィムさんにお渡ししたいと思いますプレゼンテーションお願いします Thank you。ハリーマウブマナさん、ありがとうございました。皆様ようこそいらっしゃいました。私はウィンデケゼルと申します。私は IGF の事務局のコンサルタントを務めております。BPF の担当しています。マグの皆様、ボランティアの皆様、そしてこの報告書を 作成するにあたって尽力した皆様ありがとうございますここでベストプラクティスフォーラムについての背景を少し説明したいと思います BPF が一体どういうものなのかというのを説明したいと思います特にサイバーセキュリティの BPF は今まで何をしてきたのかということもご紹介したいと思います今まで 何年かにわたってやってきた作業そして今年の作業ですベストプラクティスフォーラムというのはセッション間の IGF のまあイニシアチブでありまして MAG がイニシアチブを取っております IGF フォーラムこの会議の何ヶ月も前から準備を進めてまいりましたオープンでボトムアップのディスカッションを推進してまいりました 具体的なトピックテーマが対象になっていますこの場合はサイバーセキュリティです先ほど申しましたようにいろんなボランティアの皆さんが参加していますそれによって IGF に参加するにあたってまドラフトのま相案であったりとかそういったものに対してリサーチをしたりディスカッションしたりということで 最終的な成果が全体的な今年の IGF の会議のま成果となるわけであります BPF はサイバーセキュリティのテーマに着目をしています過去数年間そのようにしてまいりましたしかしその中でチームがいろんなテーマにフォーカスしてきました この過去3、4年間サイバーセキュリティは一つの一貫したあ点がありましたこれはサイバーセキュリティの規範ですサイバーセキュリティの規範ですサイバーセキュリティというのは2018年このテーマが始まっていますずいぶん前だと思われるかもしれませんけれども2018年というのはベルリンの IGF が開催された年で最後に コロナ前の最後の IGF です随分前だというふうに思われる方もいるかもしれません2018年 BPF は 何が規範なのかとといいうことを話し合いまし合またどういった規範が正当なものなのかということでこの規範ということですけれども何にそれが使われるのかということそして複雑なサイバーセキュリティの中での規範は何ぞやということを話し合ったわけですそしてその次の年からこの規範がどのように運用されてきたのかということを検討しました。そしていかに これはスティックホルダーにとっていかに重要であるのかあるいはこの規範の運用にとってこれがどの程度重要なのかということで2020年になりますと非常に興味深いことに IGF 全体にとって非常に興味深い実験がありましたベストプラクティス BPF はインターネットに関連するディスカッションの外 の世界でまあこの規範というのはどうなっているのかということを検討しました。そして p p f の中でその既存の例えば外交あるいは核の分野それから銀行 投資そういった分野での規範はどうなっているのかということをいろいろと調査しましたそしてベストプラクティスというのはどういう形で役立つのかということを検討しましたそして2年前今日のディスカッションに非常に関,連している関係しているんですけれども既存のサイバー規範がありますと。では え、そういった規範の価値は何なのかということでその時のチームはある実験をしましたサイバーセキュリティのさまざまな実証歴史的な実証を調査しもし規範があれば何か違いがもたらされたのかどうかということを調査しました それは非常に面白いディスカッションでした直接今日のディスカッションに関係してくると思いますそして昨年今日のディスカッションにこれも関連してくると思いますけれどもストーリーバンキングを検討しました。結論としてはまあ皆さんの 経験に声を傾けることによって、サーバーセキュリティのことはよりよく分かる。つまり、えそれぞれのまストーリーに耳を傾けることが非常に豊かで、豊かな情報とまニュアンスが理解できるという結論に達したわけです。え特にこの2年間。 のお作業というのは今年に大きく関係してくると思いますのでそれについてはこの後言及させていただきますまこれがあまベストプラクティスフォーラムの外観になりますえそしてそれに関して各都市のドキュメント文書というのが IGF のウェブサイトに掲載されておりますのでご関心があればぜひウェブサイトを見ていただいて 今までの数年間どういった内容が話し合われてきたかということを見ていただくことができます今日のプログラムでは今年やってきたことを紹介しますがその前に何人かの皆様まに感謝したいと思いますイヤンボナナさんマグのメンバーの皆さんに感謝したいと思いますマグが BPF のサイバーセキュリティのこういったセッションはまたやってもいいねということになりましたのでありがとうございます。また多くのボランティアあるいは貢献してくださった皆様全員がここにはいらっしゃいませんけれどもこの数ヶ月一緒にオンラインのディスカッション等で貢献してくださっています。パネルはこれれから入ってきますけれども コーファシリテーターそれからクレイさんオンラインでいらっしゃいますかねエリーさんえもうすでにこの会場に到着されてますからありがとうございますまこれを実現できたことありがとうございますではクレイさんどうぞ ありがとうございましたウィムさん特に本当に今広く 歴史的な概略をいただいて、ありがとうございました。あ、そして、いろいろなベストプラクティスフォーラムでの皆さんの支援は。あ、まあ、今までの進捗にも、そして、このマルチステークホルダーの。ドキュメントのライブラリーを、非構築する上でも、そして、サイバーと。そして、インターネットガバナンスの世界とのつながりなどを。明確にする上で、本当に役に立ちました。ここに、みんな、一度に返して、本当に嬉しく思っています。ウィンとエリー、そして、バートというマグのディエゾン、それから、すべてのコン。 とリビューターとこの1年間一緒に作業しながら何か面白いものができないかという作業をして本当に面白かったです。すごいものができました。今年のアプローチはとても野心的です。というのは実は i e f にとってはちょっと今年はあの短い活動期間が短かったんですがポリシーと規範の。 について二つの異なるあの事例を角度から事例を作っていこうということです。一つはあの BPSF が今までやってきた過去のやり方、つまり国際的な規範が例えば インセントに対するものの影響とかあるいは反応に対して与えられる影響それからその後私どもの作業をさらに広げてエコシステム全体にしても広げてそして例えば財務的な金銭的なインパクトとかあるいは事業へのインパクトなどまで捉えてそしてインセデントの例えば人間的なサイドつまりウテ被害者それから初動の対応者そして社会全体に対してどのような影響を与えるかということを見てきました。こういいったものを見ていく あって一連の主要なインシデント、実証ですね、過去5年から6年ぐらい起きたものを見て、そして BPF と協議をして5つの実証に、つまり1つ目がコスタリカの2020年のランサムウェア、それからメティバンクのオーストリアの2021年の侵害、いろいろなランサムウェア、特に国家レベルのインフラストラクチャーとかシステムなどに、特に太平洋で2021年、2023年の間に影響を与えたようなものを見ました。ブラックアッククス の犯罪ネットワークのネットワークこれは2022年から2023年の間ですそれから前のソーラーウィンドの2020年の攻撃などまで作成おりましたつまり世界中のさまざまな事例を取り上げながらいろいろな種類の経済に影響を与えていろいろな種類の事象を 取り上げたわけですでこのリポートはまだこの段階ではかなり予備的なものです。でも既に面白いトレンドというのが出てきました。でこれは 皆様の中で特に国に深く入っている人たちにとってはそれほど驚きではないと思いますけれどもこれをこういった BPF のドキュメントに入れ込むということはやはり規範それから協議というレベルで非常に興味深いものを提示してくれと思います。ということでパネルに入ります前にテーマの話をする前にまずその概略についてお話したいんですがまず規範というとき。 つまり規範とインシデントの間のつながりそれからあるいはそのつながりの欠如について話す時あのまあその間には直接的なつながります例えば重要インフラには損害がないあるいはコスタリカの場合にはボォナワツァとかパパニューギニーとか政府のネットワークが特に警察とか消火とか緊急サービスとか病院などが損害を受けたというものもあってその規範は そのような攻撃を受けないようなそういう影響を与えたわけですで仮に意識的に規範というものを が関与ししなかっったととててももそののの規範の精神というものを使って言えば対応がですね例えば人権への配慮ですけれども重要サービスに対するアクセスそしてこういった広範な国品の場合にはそのアクセスができないということが非常に大きな懸念になります。それからデータの外への持ち出しというのもこれはプライバシーそして安全性の問題をはらみます。それから例えば支援への 要求それから国家間のセキュリティに関する協力が絡むものもありました特に太平洋それからコスタリカのインセントでは、では政府それから民間セクターのパートナーの支援を動員してそしてまた全てを回復させるということに重要でしたそれから犯罪とそしてテロなどの防止ですね例えばブラックアックスのケースそれから ICT の脆弱性を報告するという例えばソーラーウィンズのケースなどがありました。それから 一つ非常に面白い所見としてこれは。 あまり驚きでではないんですとても重要なんですというのはこの分野というのが国際的な協議の中心となってきたんですがこれがサイバーの能力開発ですこういったインシデントというのはより多くの投資そして意思決定者の間の意識そしてサイバー犯罪に対する能力というのを強化できたんですけれども以前のサイバーセキュリティについての能力開発というのが対応に役に立ちました。例えば情報共有とかあるいは信頼のネットワークを構築する するとか、あるいはトレーニング、以前のトレーニングによって ローカルのチームがより円滑にこういったインセントに対応することができたりしたわけです。ということで基本的なレベルで共通項もありましたしそれから面白いインパクトが人間的なレベルつまり今年改めて調査ししたたもものにもありました一部は例えば人的サービス例えば医療とかそれからサラリーとかに影響を与えたそれからフィジーのコロナのアプリケーションが政府に対する攻撃で影響を受けたりとかそれが直接人的なサービスに影響を与えました。 それからプライバシーとデータあのメタバンクはいい例ですでもう一つ非常に面白いのは既存のま文脈的なダイナミクスに対する増幅効果ですちょっと混乱しますよねまこれはあるインシデントによって社会で同時に受け入っていたことを増幅してしまったということです例えばフィジーではコロナのアプリケーションが影響を受けましたがそれによ で多くのあの偽え誤報情報などが特にコロナのワクチンについて広まることにつながりました。これが両同時に起きたのでそういったコンテキストが増幅されました。それからサモアでも同じでランサムウェアの政府に対する攻撃というのは他の以前に比べば小さかったんですけれどもそれがある選挙の後直後で起こっ それも選挙がちょっといろいろと紛争があったのでそれによって前政権とそれから現政権との間の対立とかそういういろいろな噂に広まってしまったわけです偽情報に。でそれによって二次三次的なインパクトが社会に対して与えましたただプラスとしてはポリシーとかそれから能力開発がありますサイバー犯罪についての合意とかあるいはボーイ・ランガティのあの太平洋の合意とかあるいはアメリカにおけるプリンスプル・ボードとかいろんなことにす。 つながりましたでこういったダイナミックスをパネルではディスカッションしたいと思いますのでここで一旦止めてこの草案はオンラインには載ってまずがまだオープンドラフトですこれは BPF ですから全員参加させてそして で、あのパネルディスカッションとか、そして今の igf でのディスカッションを全部吸い上げるというのが狙いです。ですから、もし関心があったら、また何かあの貢献したいことがあったら、あ全員参加してえ、この文章をより良いものにしていきましょう。そして、マグのあの方々と一緒にその bpf の作業で協力をしていきたいと思います。では、パネルリストの方どうぞ。 ありがとうございます,いますでは皆さんを紹介しますね。あの話ですねこの 大きな大きなお部屋ですけれども、できるだけ対話ができるようにリラックスしたあの状況にしたいと思います。あの皆さん、ぜひ参加してくださいね。あのマイクが前にありますので、あのどの会話をするにあたって、皆さんの質問もそれから意見とか、それから経験などもお伺いしたいです。パネリストニューバ2分から5分冒頭に差し上げます。で、いろんなアイデアを提示していただいて、その後皆さん全員をあの参加させた。まあ、セッションにしたいと思いますで。最初 最初のスピーカーは素晴らしい仕事をしてきましたインシデントの経験というのをハイレベルの規範それからキャパシティビルディングそして国際的な政策など特に OEWG のその協議に持ち上げた人ですルイーズさんです。 ルイズマリーレアレです。私はリサーチフェローとして英国公立防衛安全保障研究所で働いています。これはセキュリティと防衛の先端区でロンドンにあります。サイバープログラムに私は所属しています。で、私は bpf に今以前から参加していて、そして bpf が今までやってきたことをフォローしてきた。人間としてなかいくつかコアエレメントがあります。規範的な側面まく、あ、れさんが説明しましたが。 あのやはりそこでは。 まあ規範的な側面というのがやはり国連の規範でありそれからそれ以外のステークホルダーの提案している規範というのもあります例えば原理原則とか指針など倫理についてあの特定のインシデントに対応する上での倫理的な側面とかについてのものがありますでどうやって我々はこういったインシデントから学べるかということが基本的な点だと思いますでこういったあの会話というのがサイロ化された縦割りのところで行われる場合があります であるいはより外交的な分野で行われる場合もありますルシーでは責任のあるサイバー,あー、まあ、挙動行動、えー、ということを実施しようということで責任だっったたたりベスストプラクティスといったものを追求ししてきました7月にサイドイベントをワーキンググループの時場で開催しましたランサムウェアについて取り上げました。 各国がこういった事象にどのように対応しているのかということでこういった脅威というのはさまざまなその開発のスペクトラムの中で検討されるべきです途上国先進国えそれぞれがいろいろな形で対応すると思いますので国際的なレベルでどうなるのかということを話し合ったわけですこのサイドイベントを開催しましたけれどもコースポンサーとして MFA などが参加してくれました。それからコスタリカとベノアもお参加しました。三点に着目しました。こういったあ自傷からに対応し、えそしてそこからえま回復する。 時の経験がどうなのかそれによってそのレスポンスと意識がどうなるのかとかそして OEWG の中でその結果がどのように反映されるのかということですがランサムウェアというのは7月まではそれほど話し合われてきませんでしたレポートの中には含まれていました OEWG のレポートの中にはいくつものセクションがありますまあ緊急の脅威もありますし それ以外のの角度を持ったものもあります。で、そこで実際のランサムウェアが国際的な平和と安全保障の問題という観点でどのように扱われるべきなのかまたランサムウェアの事象というのは犯罪的なものとどういう違いがあるのか国際的なあるいは国家の安全保障にどのように 採用するのか30の政府がその時は参加しましてそしてこれはクローズドのセッションだったんですけれどもその中には他のステークホルダーの人たちも参加していました。2点検討しましまた国際的な平和 安全保障の基地スレッシュホールドはどういうものなのかそしてもう一つは規範なんですけれどもこれはどういう支援が提供できるのかということで2015年の加盟国が政府の専門家に対して投げかけたテーマであります。こののランンサムウェアアに対してのアシスタントアシスタンスつまり このサポート支援というのはどういうものが求められるのかということを話し合ったわけでありますランサムウェアの事象というのはこの敷地を検討する非常に重要な一つのま要素だと考えたわけですそして 犯罪に対するアプローチとつまりさまざまな法の執行といったことが関わるのとそうではないものとの違いは何なのかということで2022年コスタリカには2 0の省庁がオフラインで参加しましたそれから首相府も学校も攻撃をされましたし 非常に具体的な事例として理解ができるわけです。で、トンガの例というのもあるんですけれども2つ目のクライテリアとしては、まあ、インパクトとしてコスタリカベノアの経験が紹介されまして特に途上国においてランサムウェアの事象というのは経済に打撃を与えるということです。え迅速に まあそこから回復することができないということで政治的な不安定にもつながるそして他にも大きなインパクトがあるということでサースコフ・コンティがこれは2000万ですかねのランサムウェアということで3500 35万から6000万ぐらいの金額というのが対象になりました。これ こういった国は GTB だったり予算がこのランサムウェイに適用されてしまうという影響さえ受けるということでこういったグループのモチベーションとしてはとりわけ途上国まあコスタリカの場合ですとコンティがまあ政府を倒そうとかあるいはベノアの場合は 他のセクターを検討しようとか政府以外のところを前に出そうとかというそういう議論も出たわけですランサムウェアのグループはまその財政というのはま国家によって支援されているのかどうかとかそういう話もしましたまちょっと時間が限られていますので最後になりますけれどもまず 権利の問題というのは大事になりますこの国際的な平和と安全保障そういったまコンテクストで考えた時に私たちは全ての国がランサムウェアというのはこれは国家の安全保障の問題として扱えないというふうに断言する場合があるということなのですそれも権利ですこれ大事なことです私たちは今までそういったことに直面してきませんでしたので ま、リスク管理ということで、プライオリティにならないというそういう事例もあったわけです。まあ、以上がえま今までの話の内容です。ありがとうございました。ルイーズさん。 ありがたかったのはこういった教訓というのを OEWG にもたらしてそして各国政府が参加しての規範それからインスタンスの現実について学,び学ぶことができたということう嬉しいですではさらに国連の深いところに入っていきましょう国連システムの一部である人から聞きますでこの方はただ面白いのはファーストコミティつまりこういったディスカッションが行われているところではなくて技術的な議論が行われているところということで CEO としてディノさんお願いします。 のダラッチョと申します。私は国連のあの共同年金基金のチーフインフォメーションオフィサーで22年間国連で勤めてきました。私の国連でのキャリアの大半というのはあのこ 期間監査でした社内監査でしたそれから3年間を栽培セキュリティそして2017年以降私は CIO ペンションファンド年金基金の CIO となっていますそしてこの数2年間で MAG つまり IGF のマウチステークホルールアドバイザリーグループで特に私の組織を代表してメンバーとなりましたで私の背景から MAG 内では 今までの素晴らしい作業をフォローするようになったわけです。私のベストプラクティスフォーラムとのインサイバーセキュリティの同僚の作業をフォローしました。そして招待を受けて昨年からこの BPF に入った私なりの貢献をしています。でここでの話というのは2つの側面があると思います。1つは コミュニティそして個人そして市民えそれから世界に対するインパクト影響は何かということで2つ目は対応です政府の対応はどうなっているのかあそして政策ポリシーそして政府の反応に対して影響を与えるものは何かということだと思いますで私が取った視点 というのはちょっとバイアスがありますというのは私は監査人だったという背景があるからですがただ私が提案したのはある基準の中に各国の最高 監査機関の役割というものを導入するべきだとで彼らをこの調査のスコープに入れて分析をするべきだと言ったわけです。で実際地域とか国ごとに異なるケースというのがあって私はここで。 あのソーラーウィンドウのケースの分析に関わることになりました。そして、特にアメリカで、あのあるいはヨーロッパで何が起きたかということを検査することになったなったわけです。そこで、その対応とそれから。あの、アメリカの監査機関というのは GAO です。政府のアカウンタビリティオーガナイゼーション gao ですけれども、その反応対応を調べることで。果たしてそしていつどうやって？ 政府の反応、あるいは対応というのが影響を受けるかと。特に政府がその最高監査機関、あ、の、それ、あの、特に監査人の提言を受け入れた場合、どういう影響があるかということです。で、ここから先の会話は、では監査人は何を言ったのか、そしてどうしてそういう結論に達したのかということですというのは、韓国提言を出すために監査人というのは、一連の基準を使って。 で、そして影響、例えばサイバーセキュリティイベントとかインシデントの影響を図るわけです。そしてその後意味ある、そしてまあ専門家が言うのは、そのあの抽象ではなくて実際に作業の元となるような提言を出さなければいけないわけです。で、私はこれを強調するのは、これが多くの場合 大きな課題となったんです私が国連にいる間ですねというのは私は公営にもその両側を見ることができました IT の監査人としてサイバーセキュリティインシデントなどの監査を国連でも実はこういうインシデントが起きたんですね国連というのは実は攻撃の標的にかなり頻繁になりますで2017年からは CIO としてそして経営側から ああるる問題ののいはインンシデントのそしてそれに対する緩和されたコントロール以外にどのような指針というものがあるのかそして我々がフォローしている提言というのは責任のあるサイバーセキュリティの行動でそして国連が提出している規範に あの沿っているのかどうかということですつまり一つ目はプリンシップルそれからベストプラダクティス二つ目はその運用それからより実践的な提言という両方のレベルで考えていますで、私はこのあの課題というものを常に対応しようとしてそしてこれを克服しようと努力をしているわけですで、規範のレベルつまり原理原則のレベルでは確かに 何らかの形で国際的に共有された原理原則というのができました国連の責任ある行動の規範というのもありますしそれ以外のシンクタンクつまり非営利の組織などが この調査でレレファレンス参照されています例えばグローバルコミッションのスタビリティー・オフ・サイバー・セキュリティというのは8つの指針を出していますつまりある融合があって共有の理解とそれから合意がこの点についてはあるわけです。では監査はどうだろうかと例えばインターサイド インターナショナル・オーガナイゼーション・フォース・スプリーム・オーディターズ・インスティテュートなんですけれども最高監査人機関なんですけれどもこれは各国政府の最高監査機関というのを取りまとめてるんですがそこでどうやって影響を評価しそしてするというための指針があるかということなんですね。ですからこれはさらに今後分析調査を進める上でとても興味深い分野になるんじゃないかと思っています。 はい、大変ありがとうございました。さまざまな刺激的な内容ですね。パネリストからもお,おそらく面白い反応があると思います。後でディスカッションの時に伺いたいと思います。では少しえ人間レベルのインパクトの話に移りたいと思います。えスーザンさん、えバヌアツの GFCE、グローバルフォーラムサイバーエクスパティズのえ太平洋ハブ、 の代表の方ですランサムウェアについてお願いしますスーザンさんはいありがとうございますこのようなあのパネリストの機会をいただきまして感謝します先ほど他のパネリストの方もおっしゃっていましたけれどもサイバー事象というのが実際にま世界で起きています地域的には太平洋で起きています私たちは えま、いろんな意味でニュースにもなっているということで、とてもま懸念をしておりますえ、サイバー実証ですが、ベヌワーズの例なんですけれども、これは非常に打撃を受けた経験となりました。システムが全てダウンしてえ、そしてインパクトはさらに。 技術的な影響だけではなくて人間が大きな影響を受けたという非常に残念な事象でありました。そしてこのような事象を通して私たちのような小さな島国は他の国と共により弾力性のある。 アプローチを取ってサイバーセキュリティに対応しなければいけないということに気がついたわけです。バヌアーツの例ですで人間に対するインパクトなんですけれどもこれはスポットライトを今浴びるようになっていまして人間が人が影響を受けます。 こ,んなこういった事象が発生すると人間が影響を受けて政府や組織団体企業などはサイバーセキュリティが人間にどのような影響を及ぼすのかということもきちっと調査しなければならないと思います。うん、ありがとうございますではキブ,キブバーさんキクタネット から来ました。あのケニアで市民社会で非常に面白い作業をしているキクタネットの方です。ありがとうございます。あ、ムエンダキクバと申します。キクタネットというのはマルチステークホルダーのシンクタンクで、そして政策のアドバイス、そしてマルチステークホルダー、それからキャパシティビルディング、そして研究をしています。キクタネットでは。 サイバーのプロジェクトを持っていてこれを2018年から開始していますこのプロジェクトではステークホルダーにつまり政府特にセキュリティ機関それから司法などそれから電気通信のサービスプロバイダーその他の業界のリーダーを 集めてサイバーセキュリティの問題とか課題などについて協議しますそしてこのあの集める目的は情報共有ですそれから信頼情勢をステークホルダー間で行うことそして参加者のキャパシティビルディング能力開発ですねそしてあの戦略とか取るべき行動を特定するということですそして何か不正侵害があった場合にはあるいは新たな問題などが起きた場合この地域 そして国全体であった場合にそれに対応しますそしてそこからいくつかの成果がこういった会合からありましたその一部はあの法律化されます立法化されますそしてそのようなインシデントから生まれた規制もいくつかありますさらに 我々は NC4 というケニアのコンペネントサイバークライムコーディネーションコミュニティに参加しています。これは意味のある立法化をケニアで促進してサイバーインシデントにちゃんと対応できるようにするというものです。でいくつか課題がありましたサイバーセキュリティの課題がいくつかありました。例えば今年攻撃がありましたでこれは アノニマススーダンと呼ばれる組織が仕掛けたものですアノニマススーダンというのはいくつかの国家のアメリカの国務省あるいは国家機関なども攻撃していると思うんですがまあ攻撃者は非常に深刻なリードス攻撃つまりサービス拒否攻撃をいくつかの重要な組織に対して仕掛けていますそしてその結果エンペサが例えば一日ぐらいダウンしました そしてエンペサというのは重要なケニアでのインフラですというのはほとんどの決算がモバイルのエンペサというシステムを使って行われています。 とということで例えばガソリンスタンドに行って車にガソリンを入れたくてもうまくいかないそれからホテルで何か食事を頼んでもそして食事の料金を払いたくても決済ができないわけです。そして例えば子どもの学校の授業料とかあるいはバスなどを支払うということでも送金ができないという状態になりました。攻撃を政府のインフラに対して仕掛けたという 特にフルマというサービスがあるんですがケニアではこれは市民にサービスを提供しています例えばパスポートの更新それからバスの証明書の申請とかそれからあのビザ電子ビザなどもそうですつまりケニアに入ろうとする旅行者が電子ビザの申請ができなくなったんですこれはシステム自体がダウンしたからですで。この攻撃 はボットネットを通じて仕掛けましたボットネットトネというのはゾンビデバイスで要するに乗っ取られたデバイスです。でアノニミスマスはさらにクラウドインフラストラクチャなども購入してその結果一つのサーバーを攻撃してダウンさせました攻撃しました。で先進的な国それから先進的な企業でさえも DDoS 攻撃に対しては有効な対応策がありませんで、トップ5のに入る世界のトップ5に入る企業がクラウドサーバーをこの特定の即式アノニマスによってダウンさせられていますこれは大きな課題ですで、こういったベストプラクティスフォーラムのようなところでどん 今後セキュリティの機関それからインターポールとの連携を改善してこういった悪意ある攻撃者をやはり抑制することが必要だと思いますありがとうございましたケニアのお話ありがとうございましたまた人間に対してのインパクトがあったということですねサービスが失われたということで影響があったということです最初の質問はディノさんに伺いたいと思いますどうやってインパクトの 評価をするかとということで特に規範という視点からですがキヌーバーの話をしてくださったスーザンさんもおっしゃってましたけれども例えばその監査をするという立場で人間のに対する影響インパクトっていうのはどうなんでしょうか。規範ととサイバーセキュリティというのを含めてです基本的なことになりますけれども。 ICT というこの専門職あるいはその監査ということを考えた時に人間がこのテクノロジーの処理をしているわけですから監査をする時に私たちは監査をする立場としてこの監査のリスク評価をするように言われます。 非常に抗議の分野を監査をするわけですから人間,能力と人間の能力として一定の資源しかこの全ての範疇というのをカバーできないわけです。したがって監査を計画する時にこの専門家まあ国連の専門家は監査の専門家はリスクベースの監査 というアプローチを取りますそしてリスク解析をする時に私たちは技術的な側面だけではなくこれは予算の評価とかそういったことをするだけではなくてまあ機能だったりオフィスだったりのその予算だけではなく一つのその指針として えその資産資産を評価しますどういう資産が影響を受けるのかサイバーセキュリティのま攻撃を受けた時に資産がどの程度影響を受けるのかということを評価しますでその資産の中で一番大事なのは人間です人材ですつまりスタッフです 国連の職員ということになりますそして国連がサービスを提供している人たちになりますそれはきちっと私たちは重要だと思っていますから人間が常に中心になっていますあくそれはただの文言ではなくてまずやはり人を見ますそしてシステムそして最終的にテクノロジーそういう順番になっています。ありがとうございました ありがとうございます伺って安心しました人間の角度というのも既に検討しているそして今後これポリシーでもその検討が増加するということが安心しましたこのあの課題が非常に広いので全てを検討することはできないとおっしゃいましたけれども全てを検討できないのであれば全てをにセキュリティをかけて対応するのもさらに難しいですからパートナーが必要になると思うんですけれどもそこでルイーズさん先ほど あの国際パートナーからの支援要請という話をされました。で、皆さんが分析したインシデントからその支援要請があったと思うんですけれども、それについてお話しいただけますか。はい、わかりました。あの先ほどのディスカッションでどうやって規範 つまり国際レベルで合意された規範と実践等を結びつけるかという話をしましたけれども2015年以降かなりの協議がありましたというのはある特定のインスデントそれも大規模な事象があってそれも国が懸念するようなものがあったら他の国が要請をするあるいは他の国が来て支援などを提供することができるようになっているわけです。この1年間その 競技つまり支援要請についての協議が進化されました CCB サイバーキャパシティビルディングなども強化されていますでそれについては他のパネルと話そうと思ったんですけれどもつまり支援のいろいろな側面を細かく打ち分けることが必要です。最初はまずススキルを開発するためのプログラムとかかそれからよりリジリエンス を高めるようなそういうプログラムですねそれから危機反応にも重要ですコスタリカなどではいろいろな政府がコスタリカに支援をしてコスタリカに行って今でも支援をしてますそれからバヌアツではオーストラリアなどがかなり連携してますつまり複数のエンゲージメントからこういった信頼情勢が政府間で生まれたわけですそしてそれに基づいて支援を提供してますある国が特 定の大規模なインンシデントまあまあ通常ランサムウェアですねが起こってそして X という国が入ってくるということではなくてやはりそういった事前からの信頼というのが重要だと思うんですで。ということで我々はいろいろな加盟国それからステークホルダーとのワークショップの第2弾として考えたのはその支援要請をするというのがどういうことかということですで。このの支援というのは その重篤度とか、そのインシデントの種類とかコンテクストによって変わります。で、例えば危機とか紛争とか。それからあのスキルビルディングとかレジリエンスとは全然コンテクストが違うんです。実際に支援を提供しようとすると、コンテクストがとても重要です。で、あの特にここで強調されたのは。 政府がそのインシデントの重要性について知るようにするとでこれはいわば宿題ですつまり政府というのは危機中まあ国内ではいろいろなサイバーセキュリティの専門家とかそれから政策あるいは技術的な専門家は本当にやることが多すぎるんですねですからいろんなところに行ってこれはとても重要なインシデントでそしてシステムにアクセスできないと言って回ることはできないんですで。 サイバーセキュリティランサムウェアというのは特定のサービスに対するアクセスを拒否するんですで、そのインシデントのインパクトとはすぐに現れます で,でもやはり政府を説得しなきゃいけない部分が非常に多いということが言われましたそれから国内での例えばコーディネーションですね例えば国によってはそれができない場合があります国家のサートがある場合もあるけれどもただサートがより広いポリシーの対応に組み込まれているかという問題もあるのでやはり連携が必要です。それから2つ目は この支援制要請というのはやはり国家と内外つまり支援を提供している国の内外でのコーディネーションを要求します。でこれについてはつまり努力の重複を避けるということが重要なんですいろいろなパシフィックの当初から聞いたのは通常多くのトレーニングのオファーとか特にサートのトレーニングとかあるいはスキルの向上といったようなオファーがあるんですけれども別々の別フ 国が同じような支援を提供するのであれば付加価値はどこにあるのか持続性も低くなるんじゃないかという話がありました。それから今の段階では ルソーとそれからクレミアの戦争とかラッシュとそれからサイバーの側面がそれに影響を与えたということを見るとどうやって反応してそしてよりアジャイルな形で支援を提供しようというようないろいろなテストが行われていますそれから民間をこれに関与させるという努力もありますで最後はやはりプロアクティブなモニタリングとリスポンスのためのカパシティですねモンテネグロの人が実はその部屋に行ってモンテネグロの代表がある例を挙げました。 彼の場合には彼が唯一の政府間の POC であったとそこですべての情報を彼が集めてそれを全員に提供しなきゃいけなかったとおっしゃってましたただ非常にプラスの面としてはこのインセントの後政治的な勢いが生まれてそして国家サイバーセキュリティ機関というのが生まれたとそして新しいサイバーセキュリティ戦略も新しく策定することができたというんですですからこのプロセスから学べることは多いです。どどううういいったメカニズムが必要でどういう 文脈にこういった支援要請をおて与えているのか、そしてメカニズムとしてあの通常のリズリエンスコーとかあるいはあの危機対応なのかあうメカニズム、それから政府の官僚主義をなくして、そして民間とあがそれらをにどういう支援を与えられるかという点に尽きると思います。ルイザさんありがとうございます。次スーザンさんにちょっと話をしていただきたいと思います。この数週間 P4C のフィジーでの会議に参加してきましたけれどもルイーズが今言ったことに関係していますけれども何が重複しているのかとかどうやったら改善できるのかということでスーさんの方からこの太平洋地域この地域において で、何がベストプラクティスになるのかということについて、少しあのお話しいただけますか？ま、将来の事象にどのように対応すればいいのかということその辺のところをお話しいただけますでしょうか。ランサムウェアについてです。はい、ありがとうございます。質問ありがとうございます。はい。今、あのおっしゃっていたま協力の件です。ま、地域での協力地域協力ということですけれども。 もう少ししハイライラトしたいいと思いま太平洋地域においてまあいろんな国家が国があってそれぞれがサイバーセキュリティでは非常に進んでいる国もあればそして高度なステップを実施しているところもあります一方サイバーセキュリティの対応があまり進んでいない国もあります サイバーセキュリティということがまだまだ新しい事象だというふうに受け止めている国もあってこれからというそういう国もあるわけです。したがってどの程度の協力あらゆるいはコラボレーションができるのかというのはまあ私たち小さな島国ですからこういった支援がいただけることはありがたいことです。ただこれ こういった協力は小さな島国がより効果的にサイバーセキュリティに対応できることを助けるのかどうかそれを考えるる必要があると思うんです戦略的な協力というのが非常に重要だと思います。 えそれがえサイバーセキュリティにま効果的に対応することを実現すると思います。パクソンがの年次総会がバヌアーツで開催されました。えその後 P4C がフィジーで開催されました。で、えこういったコラボレーションを可能にするプラットフォームというのがまそこでも。 話されましたけれども、この地域の各国はたくさんの多くの同じような価値価値観というものを共有しています。それがまこの信頼ということに繋がってくるなと思います。スズさんありがとうございました。 スザンさんあのその課題の幅を教えてくださいましたキャパシティビルディングとかそしてリソースを集めてあの地域全体で対応するということをおっしゃったんですけどパクソンというのは地域のインシデントリスポンスのそれも支援を中心とした機関ですまず最初に民間それからコミュニティオブプラクティスとかそれから幅広いステークホルダーグループを集めてそういった支援のためのネットワークを作っていくわけですで非常に重要なのはそのパートナーという いうのは国家間だけではなくて地域それからあの社会の中にもいるということです。そこでケニアについてお伺いしたいんですけれども、ケニアのサートがマルチステークホルダーのコミュニティと連携しているという話がありました。それについてちょっとお話しください。それからあの市民社会がケニアサートとの作業の中でまあいろいろと作業に参画をすることでより良い結果を生んだという話ですね。キクタネットというのはケニアサートのメンバーです。さあ。 トでそれも市民社会の利害をサートでは代表していますそして我々ができることの一つとしてはキャパシティビルディング能力開発です我々の立場から見るとソーシャルエンジニアリングというのは非常に大きな脅威です特に私どもの国では大きな脅威ですその理由は誰もが銀行口座 をスマホに持っているモババイルママニンンキングを通しててスマホに入れているわけですそして中流階級富裕な人もモバイルアプリケーションを銀行と接続していたりとあるいはインターネットバンキングをしていたりするわけです。ということは簡単にソーシャルエンジニアリングができる。 つまり誰にに対対しししててても人口全員に対してソーシャルンンジニアリングが可能になっまままいますつまり彼らから引き出せる情報は必ずあるということです。ということで脆弱な方々つまりあまり教育がない人とか情報が与えられてない人たちというのは犯罪者によって本当に例えば電話を受けて私は誰々だと銀行からのものですそして口座を閉鎖するところなのでこういった情報を送ってくださいそしたら口座をアップデートできます。そうでないと 口座は銀行によって閉鎖されて、そしてお金を失いますと言われるので、そしてあの妊娠の id コードなどは送ってしまうわけですね。そうするとお金が全部そこから抜かれてしまうわけです。こういったことがよくわかります。で、インサイダー。 情報なども提供したりするつまり誰かが通信会社に対してそして銀行が犯罪者と一緒に連携してたりするわけです。ですからシティジンサイバーハイジンが必要だと思いますでそのために我々大変単純なメッセージ例えばポスターとかあるいはリーフレットとかアニメとか漫画とかそういったものを使って いろいろなプラットフォームで提供していますほとんどがソーシャルメディアのプラットフォームなんですがあのテレビとラジオも使いました特にバーナキュララジオというのはあの特に恵ままれない人たちにリーチできますそこでは女性それから農家ですねというのは農業が大きいからですそして農家はビジネスマンなんです彼らは生産物を市場に売っているからですそしてキー主要なシンプルなメッセージを そういったヒトバイトに普及しましたそしたそて「s t i c クという枠にあるんですけども「STICK」ですねでこれは何か変なものが変なことがあったらストップ考えてそしてチェックしてから行動してくださいという「s t i c クと言ってるんですねこれはとても成功しましたキャンペーンが。あの市民に 対してのリーチはだいたい300万ぐらいの受益者に直接あの到達したと思います。また、トレーニングつまりトレーニングオフトレーナーということで、140人ぐらいのトレーナーをトレーニングしてこの情報をこのトレーナーが村レベルまで普及できるようにしました。そしてということで、やはり。 キャパシティビルディングに参加するということが重要だと思いますサートと密に連携すればどんな脅威があるかもわかりますしそしてどのような介入どういった対策がを取ったらこういう脅威を解決できるかを知ることができると思いますありがとうございます素晴らしいですね実践されているということこれ。 のの私たちのコミュニティが学べると思いますではこれからあのベストプラクティスというのは全員が参加するということが前提ですから会場の皆様それぞれマイクが前の方にありますのでもし質問があればあるいは同じような経験をしましたとかご自分の国の経験体験があれば。 OEWG とかプログラム・オブ・アクションとかいろんなそういった規範とか事象というものを経験されていらっしゃるようでしたらどなたかいらっしゃいますかもし何かあればどうぞ。ご自分の紹介自己紹介してくださいフランシスコと申しますパナマの外交官です。私の質問は デイ・アフターに関してですサイバーセキュリティサイバーインシデントがあった場合、まあ、国際法というのを適用することもできると思いますけれどもどうすれば国際法をサイバーインシデントの後に実施できるかコスタリカ・バヌアツにおいては法的なその枠組みとして、えー サイバー攻撃ををした人た人ちのの責任をどううすするのかということいこです過去例えばオンクロスこの海洋条約国連の海洋条約に関してなんですけれども当時は法的な枠組みがなかったメカニズムがなかったので例えば会場で何かあった時に 問題が発生した時に、その責任というのを担う人がいなかったわけです。しかし現在はその船舶に攻撃を受けた時にえま対応する。メカニズムというのがあるんです。けれども、途上国。まあ、コスタリカバヌアーツは？ え、このサイバー攻撃をした人たちの説明責任をどうするしているのかということについて伺いたいと思います。はい、あの難しい質問ですね。どなたかえ、今の質問どうですか？ルイズさんお答えになります。はい、あの質問ありがとうございました。まあ、決して、あの答えるのは簡単ではありません。けれども。ま、国際法の適用についてです。 まあそこにはオープンエンドというそういう性質があります多くの解釈があって各国が国際法の適用を必ずしも同一の考えで扱っているわけではありません例えばブラジルコスタリカといった国はすでに見解を発表していますそれはある意味ではポジティブなステップだと思いますコスタリカは それぞれのその見解を発表してますからまあその成果それは成果として政治的な優先課題として受け止められています。で先ほど言ったワークショップのステージ3というところで話し合った内容なんですけれどもまだこれはオープンエンドの質問でランサムウェアというのはまか まあ例えばそうですね主権が侵害されるような事象だった場合これに関して各国の解釈というのはまだ合意に達していませんまあ主権の侵害というのはどうなのかフランスの場合は非常に脅議な脅議の解釈をしていますブラジルはむしろ抗議の解釈をしています。とということでその 解釈ののの仕仕方方実施の仕方というのも異なってくるわけです共通の認識というのがないわけです。で説明責任についてですその攻撃をする人たちに対してなんですけれども国内の,その対応というのは国によってもできています制裁を加えるということです。 あるいは何らかの政治的な懲罰を加えるとかそれについては犯罪法ということを考えるともちろん刑法インターポールマリポールそういったところが情報共有をしてそして犯罪レベルで対応しますがしかし国際的な平和と安全保障という観点で考えますとまだ進捗はありません。 そして国際的なあの B、A、観点ということですけれども国連の方では、A、そのアカウンタビリティに関する国際的なあそういった、まあ、説明というものも加えています。今まで o、e、w G で OEWG 共有されてきている経験というのがありまして、スティックホルダーなどはこの国家とのまあ対話に基づいてこの答えを出そうというふうにあの言っています。私の方から一言追加でよろしいですか。あのそういったあの法関係的なあの分野以上にまあ私は。 数年前年金基金がランサムボヤで攻撃を受けた時それを公表しましたそして当然公表したのでホスト国それから FBI ですけれどもともエンゲージメントしなきゃならなかったわけですそして運用レベルでつまり技術的なレベルではもう一つまだ答えがない質問というのはアトリビューションですつまり攻撃者が誰かということをアトリビューションするということです。あのその管轄的なレベル に進む前にまず証拠法のルールというものを遵守して誰がいつどこで何をやったかということをやはり実証しなきゃいけないわけです。ということはつまり技術的なレベルでもそのような一般的な指針に遵守してフォレンシックなプロセスつまりその情報をう。 証拠を収集してそしてそれを司法に引き渡すためのフォレンシックのプロセスが必要ですつまり犯罪とそれから可能な攻撃者との間のつながりを実証しなきゃいけないということですね。とそれから今の反応についてです。今後国際法にに移行するためには もし国際法についての一番があればそのような法体系を作ることはできると思いますがただ今の段階では。 例えばアメリカには OES などがインターメリカンジュディシャルコミュニティなどを収集してそして各国が彼らの意見などを収集しています。ということでインハウスでの努力としてそういったようなディスカッションの政治的なプラリティを高めて各国がそれぞれの地域機関あるいは国連の中でそういったものをパブリッシュできると感じていると思います。ということで既に進展はラベイなどでは起きています。これは 多分、あのプラスの点だと思います。将来に向けてでもおっしゃる通り、まだまだやり残したことは多いと思います。え、私の方からは少しあの少し、えー、お伝えしたいことがあります。各国が国際法に関してのあの合意をするというのは難しいと思います。けれども一つ。 法的な枠組みを地域で採用するというのはベンチマークとして採用するのはどうでしょうかその方が実際的です地域の,その国がベンチマークというものを持っていれば各国にそのベンチマークがあればその地域として。 これはあの非常に現実的だと思います。80カ国が一つのことに合意するのは難しいですけれども、地域での合意であればもうちょっとあの簡単なんではないでしょうか。あ、そうですね。そういった地域のメカニズムというのは面白いと思います。はい、ありがとうございました。質問ありがとうございました。次どうぞ。はい、ありがとうございます。ロリッサカウサです。ブラジルの外務省、えー から来ています。素晴らしいプレゼンテーションありがとうございます。一つ質問があります。それは、まどうやったあの、僕が制裁をどうやって制裁を加えるかということで。 例えば先ほどまあその追跡をした上での結果エビデンスベースで説明責任を果たさせるという話が出ていましたけれどもそのエビデンスなんですけれども実際にそのエビデンスをを公表すすることを希望ししない国もありますしたがってそれによって対抗手段ができないという場合がありますので。 こういったイニシアチブが有効かどうかということに関しても伺いたいと思います。政治的な宣言とか例えばランサムウェアを払いませんよとそれどの程度強制力があるんですかあの非常にいい質問だと思いますあの答え。お答えできるかどうか分かりませんけれどもこれはあくまでも自分の経験に基づいてような話になります。 まあ、あの私 o d t つまり監査の立場の経験になってしまいますけれどもトトッップププダウンとボトムアップのアのローチ両方が必要になります解決策その条約だったりそういったものはもちろん大事ですそれによって総意をコンセンサスをトップで出すということが大事ですけれども同時にボトムアップのアプローチも必要です。その実践 毎日の,そのオペレーションをやってる人たちが具体的なテクニカルプロセージャープロセスであったりそういったことに合意することが大事だと思います。でそれからどの程度かまあ開示するのかというディスクロージャーの問題です。そののの攻撃にの情報をどの程度開開示するか公開するるかか公ととというここでまあ今おっっしゃったこと に、あの関係してくると思います。けれど、もえ開示をしたくない。公表したくないというえ、その躊躇するという場合があります。えしたがってまコミュニティとしては？え、そのバランスをどうするのかえまあ。 その共有すする責任もありますしかし必ずしも全ては公開しないという責任あまり詳細は公開しないということそれによってネガティブインパクトというのが増えてしまうということもあるからなんです。テクニカルなレベルでは少し割愛しますけれどもいろいろなテクノロジーがあってゼオノレゼオノレッジといって。 特定の情報はあまり詳細を開示せずに提供できるというシステムもあります。例えば ISO の標準などを使ってそのアプローチというのが決まっていて日々のオペレーションをやっている人たちに対してはタイムリーな形で情報共有するということもできます。 ラリーサミスです最初の質問を繰り返してくださいますか、まあそれはつまり他の組織が情報共有をしたがらないということですかそれとも何か特定のステークホルダーの話をしてるんでしょうかまあ通常は国家ですねサイバー攻撃を他の国家の性にアトリビュートしようとする場合にあの証拠などあのそのアトリビューションの背後となるような証拠を提示したがらないんですはい分かります。 ちょっと実践的な話をしますけれどもやはり国としてはどのような情報を共有できるかというルールが当然あります。そして共同のアプトリビューションこれは過去数年間かなり増えてますけれどもやはり多くの国家が一緒に協力をして。 まあしてやってる場合にはそれを検証しなきゃいけないわけですで。何らかの 課題があると思います特に実際の消化集めにはかなりのあの問題がありますそれについての厳しさもあると思いますそれから決算ランサムウェアの支払いの有効性ですけれどもイギリス政府というのはかなり厳格です絶対払ってはいけないと言っているわけですで、私はバランスが必要だと思っていますあの多くの意味ではやはりこういったグループの資金源にならないように支払ってはいけないというのは合理的だと思いますがただ それには政府の支援が必要だと思いますつまり国のレベルでポリシーを出して韓国としてランサムは払わないでほしいと言っているということをこういった企業に対するあるいは組織に対する支援を 与えなかったら倒産するかもするわけですねそしてそこから回復できないかもしれないわけでですから積極的に回復をあのサポートしなきゃいけないと思うんですで、まあそれを政府が考えてはいけないそれからサイバーの保険の市場というのが実はどんどん拡大していってかなり利益を上げていますこういったポリシーからでも ですからあのランサムを払わないでという場合にはやはり被害企業に対しては支援を行うということが私は絶対必要だと思います。あのすさんさんにお願いしたいと思います。え <laughs> この数週間の間ですがまあいろんなこのまあ事象を を共有ししてきましたバノアーツトンガ太平洋諸国の事例ですけれども特にこの鑑識といいますかエビデンスベースのもとについて共有してきましたしかしアトリビューションというのは実際にやっていません誰もランサムは払っていないということなので。 その辺の価値観ですねアトリビューションの価値観ということに関してスーザン何かお話しいただけますかはい質問ありがとうございます。このような事象に関してなんですけれども相互の信頼が大事だと思います。特に同じ地域に,ある場合にいる場合には まあ、パクソンとかそういったプラットフォームがありまして、まステークホルダーがいます。ステークホルダーが情報を共有します。ま自由に情報を共有しますそれによってま戦略を立てることができますえ、サイバーあ、セキュリティという面でえ戦略が立てやすいということなんです。そして。ま、デジタル環境。 という時代になってきていますから戦略的な協力というのが地域のステークホルダーの間でより重要になってきますやはりサイ化する縦割りというのはダメですまあ効果がないということですキブバスさん何か 考えはありますか。地域的なアプローチなどについていかがでしょうか。はい。我々のローカルのコンテクストで言えば、私どもは密にあの地域機関と連携しなければいけません。アフリカでは欧州あのアフリカ連合、それからアフリポンとあの。 かなり連携しています。つまり、外のあのアクターに対して、例えば訴追をしなきゃいけない場合にはこういった機関が役に立ちます。ただ政治システムというのは今とても分断化されています。東と西で、でロシア対西洋となっているわけで、つまり攻撃者が 特定されてもその国といい外交関係がなければ連携できないわけですつまり訴追さえできないわけです。で国によっては世界の国によっては悪名高き国があります。つまりこういった攻撃 DDoS 攻撃などを仕掛けている国あるいはフィッシング攻撃とかスパム攻撃なども行っている国というのがあって。 で、ところがそういった国というのがサイバーセキュリティとか国際的な警報システムなどに協力をしてませんですからこれはとても高いレベルでの問題だと思いますありがとうございますムイルソンと申しますこの青年の代表ですブラジルから来ましたサイバーセキュリティの政策を設置すると いうことでマルチステークホルダーの視点でジェンダーとかヘイトとか具体的ないろんなテーマがあると思いますけれどもグローバルなこの NGO だったりはこの問題に対してどのように対処するべきでしょうか。 まあ、国のセキュリティというのを。尊重しなければなりません。ペガサス。のような攻撃にはどのように対応したらいいんでしょうかと。Thank you so、はい、質問ありがとうございます。ウィルソンさん。ちょっと、これ、あの、質問を分解したいと思います。 政策ベースのグローバルサウスでのまあどういう対応すればいいのかということですよねまあこれは同心円のようなあ形で対応するということでしょうかね国際レベル国連レベルというのはここでコンセンサスに達するということで加盟国があそれを何とか出そうとしているわけですけれども先ほども言いましたように地域レベルで プラットフォームが提供できるということもあると思うんですサイバーセキュリティはその地域の視点 OES では例えば信頼情勢というのをやっているグループもあります二0十六年からこのサイ,バーサイバーセキュリティに着目していますこの国が一緒になって地域で例えばアフリカ連合だったりとかあるいはアセアンであったりとかそういった地域レベルでの信頼情勢をすると そして各国が私たちはじゃあここは同意しますとか CBM のワーキンググループもイエスでやってますまあそういったところではポイント POC が必要だと。でそれからそこからビジョンというものが作り出せます。確か2012年 その前だったでしょうか o イエスは決議をしていますサイ,サイバーセキュリティに関してこのアメリカ全体の決議というのを出しています。国連もその何年か前に同じようなそういった決議を出しています。ということでこう同心円的な動きがあると思いますが国連の中でも最終的なこういった劣化 会話のレポートというの中でカパシティビルディングこれは南北だったり東西だったりというそういうような視点でまとめられているものがありますそのアジェンダの中でサウス・サウスの協力がどういうものになるべきなのかとかそういったことを少しずつ進めています。 これについては他の方に意見してもらった方がいいのかもしれませんけれどもグローバルサイバーセキュリティの信頼醸成というようなプロセスもありますサウスサウスのビジョンというのもその中で話し合われてきました手短にきます私がルイスさんが今おっしゃったことに対して復元するのは。 あのもちろんあのすばら素晴らしいモデルだと思いますあの同支援というのはで私が付け加えたいのは先ほど私はリスクアプローチという話をしていましたリスクアプローチを取る中ででもちろんあなたがおっしゃっているようなリスクに対応するようなあそういうものであればその分析の結果というのは必ず その代表性ということを評価することになると思うんです。ですから、こういった基準をできる限り包括的にするプロセスの最初からできるだけあの多くカバーするようにするということが重要なんです。で、今ここで話し合っている報告書というのは素晴らしい例ではないかと思います。そういったアプローチが取られた例です。というのは2021年。 この規範について作業をしたあとこの報告はそのインパクトを見ているわけですサイバーセキュリティイベントが市民に与える影響を世界中で分析してそしてその分析の結果評価の結果をフィードバックしていますそこから逆ににそそれが継続的な改善のループに入るわけですそして今後そのリスクの評価のための評価の基準の定義 につながるわけですエドワーズさんはまだエクザイルつまり国会追放中でなければ強い国はそのアジェンダをさらにお勧めそして弱い国は何もできることがないですからこういった問題をやはり安全保障セキュリティキャンセルで話せるかもしれません。先進国 で財務それから軍などの国力が十分あるところです。でそのディスカッションは多分あの国連えの安保理でまだ行われていると思います。ですての情報 全ての真実などを披露したあのスノーデンさんはまだ国外通報にあるわけです。ペガセスと商業的なハッキングツールについてですけれども途上国が独自ののサイバー能力といいうのを開発しています同志支援地域のコーディネーションなどなどいろいろとありますけれどももう一つの層として特にテクノロジーを開発してない方の国ですね。彼らはどうやって で能力を開発して調査をするようにするのか例えば法施行ではいろいろなアキャンタビリティがあるんですけれどもその責任とか価値とか原則という意味で サイバーオペレーションの能力開発それからそれ以外の国家がサイバースペースで行っているような能力をどうやってこういった国もできるのかということですそこにはパラドックスがあると思うんですねつまり特に途上国などがそういった能力を身につけてそしてそれを説明責任のないあるいは説責任性のないような形でやらないように担保するかということだと思います。今の質問を一緒にあの 取り上げたいと思いますがよろしいですかはいありがとうございますソニー・ボニビッシーと申しますケニアから参りました情報とコミュニケーション国会で情報通信などを担当してますケニアの代表が参加しているということ非常に嬉しいと思いますステークホルダーを取り込むということであればぜひ国会議員も取り込んでください まあ、法律政策そういうことが関係してきますからぜひ私たちも参加させてくださいさてケニアですケニアは何回もテロリストにアルシャバーブというテロリストの攻撃を受けていますえ1987年8月にもえ爆撃を受けていますまあ、サイバーテロというのもある可能性が 考えられますので国際的なプラットフォームの中で何かその戦略とか情報というのがあるのかどうかこういったサイバーテロに対してどういうふうに対抗していくのかということです今非常に小規模でまコンピューター制度コンピューターシステムなどが攻撃されるかもしれませんが将来的にはそれが大規模になって もっと大きな打撃が国に、あるいは地球上に与えられる可能性があります。え、それに対抗するために。何ができるのか、何をしようとしているのか、教えていただけますか。質問ありがとうございました。ありがとうございます。おはようございます。パネリストの皆様、イレンリュウと申します。シンガポールのものです。独立、あの、者として、今回の I. J. F. フォーラムに参加しています。あの。 ケニアのユースケースをとても気に入りました。私はスティックというあの言葉とてもつまりストップ、シンクとチェックですか。これがとても気に入りました。では私が言いたいことも。 もうちょっと市民のレベルつまりこれま世界の市民のレベルにおきますサイバーのベストプラクティスというのは時には組織の一番トップのレベルなんですでも市民のレベルではベストプラクティスが必要だと思いますでそれが今足りないんではないかとつまり過度の情報収集例えば小売店でもそれから食の申請をした時にもですねサイバークラブというのは地域それから国際化しています犯罪というのは。 そこで質問は。 データの収集のやり方を例えば決してなんかチェックする必要ことはできないでしょうか。例えば仕事の申請をする時にたくさんのデータを入力します。データというのがこういったシステムとかサイバー犯罪とかサイバー詐欺の最初の一歩だと思います。ですからデータ収集ですね。それから2つ目があの罰則ですね。つまり悪者に正義を与えということです。というのは市民がサイバーセキュリティプラクティスなどで果たすやこれ非常に多いと思っています。私はサイバーセキュリティとデータ 保護の研究してますがただが騙されるという恐れが常にありますですからどうやってストップシンクチェックするためには隠し身は何をしたらいいのかということを教えてくださいありがとうございますはい15秒でお願いしますサイバーピースの担当していますがパネルの皆さんに伺いたいと思いますまあサイバー が主体となったトラフィッキングなどもあります。えー、ということで私たちさまざまなところで重複して対応しているように考えますけれどもその重複を回避するために まあ他のステークホルダーとかパートナーの人たちとよりそのサステナビリティとインパクトといったことを共有していければと思うんですけれどもまあこれクロージングステートメントということになると思いますが今の3問に対してパネリストの皆さんそれぞれ1分でお願いします。スーザンさんどどうううぞ、はい、ありがととございいいまますす最後の質問にお答えしたいと思いますどうやって 重複を回避すするかとということです先週 GFCE がパシフィックハブ太平洋で開催されましたこのプラットフォームというのはこういった問題に対応するためのプラットフォームです資源をより有効にそして効率的に活用しようというもので 重複を回避すするためのものもで GFCE ではガーナなどで会合を持つことになっていますけれどもこのサイバーキャパシティビルディングを構築しようということですそしてリソースを持っている資源を最も生産的に使おうというそういう会議になりますありがとうございます。 はい私も御礼を申し上げますパー議員のミッション・ボコさん我々に連携を呼びかけてくださってありがとうございます実は新しい選挙が昨年あった議会も新しくなりましたで前の議会では連携が多かったんですそして彼らのコミュニティにも参加してました inIT でしたっけ の委員会彼女が議長しましまたそれからギリオン・モイさんも共同議長でしたで,であなたと一緒に新たな連携をこれから作っていきたいと思っています。 もちろん彼女がおっしゃったことサイバーテロリズムについてですけれどもこれはケニアで大きな課題です。で特に北部ですねケニアの北部では重要インフラがあります特に電気通信の等などがテロリストの強敵になります。 というのはあのソマリアあの国境です近いのですので簡単にあの爆撃できますで実は議会で重要なミーティングがありましたであのそれに対応することができるようになると思いますが国際的な支援をケニアがあの連携している国からあの特にテロで連携している国から得られましたそれからサイバーテロについても国際的な支援をがあります。 それからデータ収集についてはデータを最小化するという原則があります。GDPR がそれに対応していると思います。それから 国はローカルのそれも国内化された立法、例えばケニアにもデータ保護委あの法とそれからコミッショナーというのアトリュがあって、そしてデータの収集についてはペナルティーもあります罰則もあります。例えば先週だいたい10ドルぐらいの罰金がある組織、その,の市民のデータを蹂躙したという企業に対して罰則としてあの支払いが要求されました。 はい私の方からは短くデータ収集について述べたいと思います。これは私ににととってとても近いテーマになります過去7年間私はデジタルアイデンティティソリューションというのを国連の年金制度に対して構築しようとしてきました。 国連から定期的な支払いが発生しているということで私たち収集する前に共有するということになるわけです。オンラインのサービスと相互作用するということはいろんな情報がそこで共有されています。しかしデータを最小限にするということを考えますと新しいモデル新しいテクノロジー というまあその選択的なディスクロージャー開示のようなシステムによって過剰に共有しないそしてデータのデータマイニングをする数を減らすという努力が必要になるんではないかと思います。非常に短く答えまます3点ありましたねはい サステナビリティのインパクトについてなんですけれども、まず情報共有これはまあ公共のプラットフォームがあっていろんなイニシアチブが実践されてます。同じことがされていて重複しているということですけれども、GFC とかまあ市民のポータルとかいろんなものがあります。え公共のえ情報なんですけれども NGO や政府があそういったデータを見てえ 他の組織団体が何をやってるかということがわかるというのも非常に有益ですそれから OEWG では活動をモニターしています緊急対応危機対応などに関する件に関しては公開されていたりしますあこの国は支援されてますよとかそういったことがわかることも大事ですつまり異なる 支援といったものを追跡してていいいるととうことが行われていますでメカニズムに関してなんですけれどもこれはあの調達だったりその調達をどうやって拡大するのかとか OEWG で話し合った内容として国によってはスキルを能力を 拡大しよう開発しようということでだけではなくて短期のライセンスだったりテクノロジーが埋め込まれているそういったものを開発したいとかというそういう要望もあるようです。 はい私からもお礼を申し上げます BPF に対するコントリビュートありがとうございますそれから質問を聞いてくださった方そしてパネリストにも本当に面白い対話をありがとうございました皆さんの洞察を共有してくださったことそしてご参加いただいた皆様に感謝いたしますありがとうございます。